主観候補生時代の常の利用、歌謡宮、常の利用、後に、歌謡常の利は、日本の旧皇族、陸軍軍人、神宮採取歌謡宮、国の利の第一王子。官位は、陸軍大学校長陸軍中将大君以降三級に、上る。日は、九条同時公爵の五女とし子。戦後皇籍離脱した。 王は軍人として陸軍中将に上り東京、名古屋の各部隊の師団長や陸軍大学校長などを歴任し早くから大戦終結の政断を昭和天皇に求めた。また、終戦が決まると皇族の親戚降下も主張した。1947年10月14日、親戚降下し、その3日後には区役所にて住民手続きし、家用常乗りとなる。 親戚降下直後に公職追放となる解除。平民的な宮様として国民に慕われ、生活ぶりは質素であった。他方、野球の宮様とも称され、1934年にはアメリカ・ニューヨーク、ヤンキースタジアムで試合を観戦した。終戦後、大田所長を務めた後、日清生命社友会会長などの公職を歴任した。王の邸宅はかつて、 官員の宮古と人親王や国の宮国彦王が居住していたが、後に千鳥が淵戦没者墓園となった。乗馬が好きで、大正時代にできた日本初の乗馬クラブである神戸乗馬クラブ主催の全国乗馬大会の第2回から4回までの総裁を務めた。第三王子、昭憲王の子である、加用正則は第126代天皇徳人の学友であり、 民間企業勤務のご国家公務員となった、かようつねのりに関するカテゴリー、ありがとうございます。